皆さん、こんにちは。札幌のアウトドアショップ、FLHQ ファーストアンドライトヘッドコーターズ店長のダンゾ蔵です。こんにちは。今回ご紹介するのは、ノルウェーのアウトドアブランド、ノローナンの、スバルバルコットンジャケットとコットンアノラック、オーガニックコットン75%と、 リサイクルポリエステル25%を配合したコンボ紙を使って重量 580g 大変高密度に編まれた生地素晴らしいんですオーガニックコットンの肌触りの良さ吸湿性通気性それとちょっとした小雨ぐらいだったら全く問題ない撥水コーティングとコットンというのは濡れると繊維が膨張するんですよ 高密度に編み込まれたコットン生地が濡れて、緻密さが増して、水の侵入を防いでしまう。今私が着用しているツバルバルコットンジャケットのカラーは、スレートグレイにゴールデンパーム。グレーとイエローのトゥートン。いいですね。着丈の長さもかっこいい。どうです このデザインは約40年前、1980年当時のデザインを復刻していながら最新のシームテープを施し内側がフラットになってコットン風合いでいながらハイテクなコンボウシ、高密度コットン。そして何といってもこのスリムフィット立体裁断で動きやすいですね。 しかもシルエットは細身いかがですかこのハンドレストするポケットの位置もいいですねセンタージッパーはダブルスライダーで下からも開くとフロント回し上げとヒップがしっかりとか隠れるバックショットこの裾のカッティングのデザインも綺麗ですね 今回のカラーコーディネートは、ノローナ、ツバルバルコットンジャケット、スレート、グレイ、ゴールデンパームカラーに合わせるボトムは、日本のアウトドアブランド、山と道、ファイブポケットパンツ、シーグラスカラー、M トールレングス。今私が着用しているツバルバルコットンジャケットは S サイズでございます。このノローナというアウトドアブランドは、 1929年。ですから今から93年前に創業されました。創業者はヨルゲン・ヨルゲンセン。ノルウェーの探検家。当時のアウトドアシーン90年前考えてください。今のようなハイテクなゴアテックスのような防水。ジャケットのない時代。極地探検。 ノルウェーの過酷な自然環境の中で長年培われてきたアウトドアのアパレルの系譜それがこのスバルバルコットンジャケットこのスバルバルというのはノルウェーにある北極圏人間が定住しているまあ約2,000人ぐらい住んでいるんですが北限の町だそうですよ そして人間が2000人なんですけど、白熊はどうもその周りにうじゃうじゃいて人よりも熊が多いというね。はい。で、スバルバル群島には一つの空港があって、そこに行くには、そこのスバルバル群島に入るための知事の承認が必要なんですよ。自然環境が保たれている。で、 必ず村に入ったらガイドを雇わなきゃいけない。それはシロクマ対策らしいですよ。ガイドはライフルを持って、もしシロクマに襲われそうになったら、同行の人を守ってくれる。うそういう体制じゃないと、そこから、村から一歩も出れないという、まあ、ある意味、ウェルダネス。そしてそこは、種子の保存庫がある。ノアの箱舟。 計画というそうですね永久凍土の下地下に世界中から集めた植物の種を備蓄してるんですよけど最近温暖化で <laughs> 一部浸水したりなんかして結構ダメージ食らってるっていう話ですからねノアの箱舟計画他なんでございます実はノローナのトレードマーク見てくださいバイキングヘッド ね。ヘルメットをかぶって、ロン毛で髭を生やしたバイキングの横顔なんですね。ノルウェーはバイキングの国なんですよ。このバイキングって、どうも、コロンブスが到着する以前、前から、北米大陸に基地を作っていたり、スカンジナビア半島のね、フィヨルドの中から、えー、結構浅い 船。それでこう、外洋に出てから、ドナウ川とかセーヌ川をね、ずーっと遡っていって、交易をして、あるいは略奪をして、満載にしてね、ね、自分たちの集落に帰っていく。バイキング、も領、棟梁、女性だったりしますからね。いやー、すごいですね、バイキング。では、話は、 置い,とい,ていきましょうつばるばるコットンジャケットを裏返してみましたいやなんといっても作りが綺麗ですよシーム縫い目にはシームテープを施してこれは裏のシャツやセーターの抵抗を少なくするような工夫ポケットはラミネートされてできていますですからフロントのこのソフトを シェルの生地でできたポケットの裏地なんかも結構台風性能いいんじゃないですかねこのフードの立体的な作りシームテープの様子を見るとしっかりと丁寧にできてます高密度コットン由来の防水性能があるやはりシームテープで縫い目からの水の侵入はないバイキングヘッドのブランドロゴの刺繍の裏側にも 補されてますね。そしてやはりスリムなシルエットながらアームの可動域はいいですねこちらがスバルバルコットンジャケットウィメンズモデルゴールデンパームとエクルオフホワイトどうですかお揃いで グレイ、イエロー、イエロー、ホワイトで、ノローナ、2022年、新色のカラーでございます。こちらが、スバルバーコットンジャケット、ウィメンズ、エイクルのオフホワイトカラーに、サンドストーン。綺麗な、セージのようなグリーン。いかがですかかっこいいでしょう背面。バイキングヘッドもかっこいいですね。 ソニのスバルバルルタグがいいています。外側に見える縫製はダブルで縫われているこの縫製もデザインになっているんですねで袖口はステルスなシーム FLHQ スタッフの蒼さんに、はい、ウィメンズモデルのスバルバーコットンジャケットを着用していただきました サイズは S サイズ、はい、でもいいですね。そうですね。アウターなんでこれくらいあってもいいかな。うん,うん。<S, S サイズですよ。こんな感じ。うん、あ、ねヤマト道のファイポケットパンツね。はい。これは DW だね。そうですね。のフレアブラウン、ね、合いますね。中のグリーンもかっこいい。ヤマト道はシンプルなカラーリングで。 ノローナやフーディニー、アークテリクスなどの北欧、北米のアウトドアアパレルブランドとも相性がいいでしょうね。世界中の皆さん。じゃないんだけど、高密度コットン。えー、コットン75%にリサイクルポリエステール25%、ねはい、だこれもコットン由来の防水性があるんだよ。でシーム処理してある。裏側全部ね。 これは裏側の生地のこうシャツとかセーターとかの摩耗を軽減することとやはり多少のこう防水性を担保している縫い目からジャージャー入ってこないんですね、うん、それとこの縫製のところは、えー、コールドスポットといいましてねミシンの穴が開いたところから冷たい空気が侵入するそれも防いでくれるシーム ですね、いいですね。うん、ホワイトなショルダーにサンドストーンのグレーちょっとグリーンかかった色でねナチュラルなコットンキャンプに焚き火にハイキングさまざまなアウトドアシーンで活躍することは間違いないですねスバルバルコットンアノラックジャケット着ていました、ね、脇はこうやって開けてサッと着れるベンチレーションにもなるダブルファスナー コットン素材のジャケットであのラックのデザインって結構相性がいいんですよというのはこうブッシュクラフトとかまあキャンプとかでねフロントにポケットを貫通している、えー、ハンドレストするポケットこんな感じでゆったりと使いますねフードもパリッとしてていいでしょうこちらのジャケットはスバルバルコットンアノラックカラーはインディゴナイト サイズは S サイズを着用していますねどうです、ね、皆さんお揃いでつばるばるコットンジャケットウィメンスに、はい、男性はプルオーバーなんかもいいかもね結構ストレッチありますねそうあの生地のね、はい、なんとなくこうでそれでもうちょっとこうしなやかになってる、うん、しかもコットン風合いだから、うん、洗いざらして使い込んでいく風合いもかっこいいかっこいいですね,ね そうですよ。あなたのアウトドアライフと共に、<laughs> そう。いい風合いに経年劣化してくれるコットンジャケット。ノルウェーゲンのノロー素晴らしいブランドでございます。これを皆様にご紹介したい。今回はそんな動画です。はい。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。